イギリス外相、香港に警告。先日、イギリスのラーブ外相が香港問題について、香港の状況を解決する唯一の方法は政治的な対話だ。当局が市民の安全を確保することは必要だが、状況を悪化させる事態は避け、緊張を和らげなくてはならないと発言をいたしました。 こちら NHK の報道でございますが、このイギリス政府は香港返還時に中国政府と2047年まで香港の独立を維持することをですね、確認しております。しかし実際には中国政府が香港の独立自治を実情を奪ってしまっており、 このイギリスと中国との合意が守られていないという問題がございますイギリス政府にはこの香港の問題イギリスにも当然ですね問題を解決する義務があるということを理解していただき可能な限り 問題解決に向けて動いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。